ブルームの運命をかけた新曲のランキング結果やいかに。新章に向けてメンバーの思いを一つにすることはできるのか。君の花になる。契約更新に向けての新曲作りに苦戦していた団ですが、メンバーの協力もあり、改めてアスカへの気持ちに素直になれたことで、新曲メロディーが完成し、無事レコーディング、リリースまでできて、やっとスタートラインに立てた感じがしましたね。次回からは新章スタートのことで、まず気になるのはデイリーランキングの結果ですよね。渋谷に大看板まで出してもらえて、街頭ビジョンでもプロモーションしてもらえたら、さすがに1位取れるだろうと思いますが、予告ではしんみりした映像が多く、どんな結果だったのか気が気じゃないです。さらに、週間ランキングで1位を取れなければ、契約更新は絶望的という状況に追い込まれるようですが、せっかく素敵な曲ができたので、みんなでがむしゃらに頑張ってほしいですよね。アスカも応援することしかできないと分かった上で、メンバーに気合を入れ直すよう声をかけるみたいですし、その後押しもあって、メンバーも一致団結するとのことで、今こそブルームの持ってるパワーをぶつける時だと感じます。そんな中、鉄メガネ、高坂の計らいで、ブルームのライブ出演の話が舞い込むみたいで、直にパフォーマンスができる機会はビッグチャンスですし、メロディーのパフォーマンスを早く見たいですよね。しかし、リーダー、宝に何やら異変が起こってしまうようで、映像でも痛みでしゃがみ込む様子が映っていましたし、恋愛するよりもダンスが大好きという気持ちが強い彼に何が起こってしまうのか、想像しただけで不安な気持ちがいっぱいになります。すべては仲間のためにという文字とともに、それぞれ涙するメンバーの様子もあったりして、まさか解散とか脱退なんてことはないよね、とざわざわして仕方がありません。そんな状況でも、いや、そんな状況だからこそなのか、ダンはアスカへの思いが深まっていくようで、思いを口に出すようにしたダンの、あんたの顔見たいからというセリフもあったりして、次回は彼のどんな一面を見れるのか、そこは楽しみですね。新章というのは何を意味するのか。それはもちろん、ブルームとして日本一のグループを目指すってところだろうという期待を胸に、次回放送を心して待ちたいと思います。今回、ついにブルームの運命をかけた新曲、しかも愛の歌、メロディーが完成し、現実世界では配信が始まり、ツイッターでいち早くトレンド入りするなど、すでに名曲になりつつあり、ドラマと共に盛り上がってきましたね。メンバーの個性もどんどん深掘りされていき、今回は家ですぐ脱いじゃう天然さん、匠の言葉が、ダンにも見ているこちらにも響いて、素敵な子だなぁと感じずにはいられませんでした。リーダーの宝もさりげなく、喧嘩するならハグやで、と言っていたり、匂いに敏感な流星は、のほほんとしていても、パフォーマンスはかっこいいとか、些細なやりとりの中にも性格がにじみ出ていて、微笑ましい気持ちになります。ダンのラブソング作成に向けて恋バナをしたことで、メンバーそれぞれに様々な価値観があったりして、ファンにとってはたまらないような話がいっぱいで、これをそのまま生配信すればいいのにと思ってしまいましたね。取材のためと面白がりのためではありましたが、オフにみんなで動物園に行っているとかも、ファンからしたら
めちゃくちゃ可愛いエピソードですよね。なので、いつも思いますが、そんなメンバー全員の中に、若くて可愛い寮母が一人で同行しているなんて、作品の中とはいえ、ハラハラして仕方がありません。今回、ついに戦闘アルバイトのナオに、推しのダンがアスカのために自分に頼み事をしたってことで、ジェラシーが芽生え出してしまいましたし、それと同時に気合担当のユキアもダンにメラッと来ていましたし、これからややこしくなっていきそうでそわそわしますね。しかもダンがピュアで不器用な上に素直すぎるから、まさかあんな公衆の面前で女性に、しかも元担任にハグをお願いするだなんて、嬉しいや恥ずかしいや何考えてんだなどなどの感情が渦めき合って、自分が言われたわけでもないのに画面越しに変な汗が吹き出してしまいました。その仲直りのハグも海外の挨拶や仲間同士のイエーイなやつじゃなく、ギュっていうちゃんとしたやつだったので、ドッキドキが止まりませんでしたよね。それでダンにインスピレーションが降ってきたようですが、客観的に見ていたら間違いなく赤い実が弾けてるやつじゃないかと、ダンの恋心の始まりを見た気分になって、これからの振る舞いにますます注目です。そんな二人をいつも気にかけてくれているのが最年少ナルで、ただ純粋に仲間として好きなんだとは思いますが、意味深な視線や言動が多くてあれこれ考えちゃいます。ひょっとしてナルはダンが好きなのかなーとか、それともアスカが好きなのか、その好きはどんな意味での好きなのかと、いろいろ妄想を繰り広げてしまうほど二人のことを気にかけていますよね。その甲斐あってダンも少しずつナルに胸の内を話せるようになっていて、最後にお前にだけは言っておくってナルに言ったのはニヤニヤしちゃいましたし、ナルがムって分かってなかったのも可愛くて、いい関係になってきたなぁとあったかい気持ちになりましたね。ユーリのナル推しも本格化し、たくましく生きていてほっとしました。でもユーリが本当に気にしているのはいつもアスカのことですよね。アスカは教師時代に複数の顧問を掛け持ちしていたり、どんなに頑張っても他の教師から頑張りが足りないんじゃないと言われていたことが明らかになり、一番そばで頑張りすぎるアスカを見てきただけに、そりゃ姉として心配になる気持ちはわかります。しかもアスカは頑張りすぎているって自分で気づかないタイプな上に、休めないタイプのようで、メンバーにとってなくてはならない存在になりつつあるアスカが、これから無理をしないか気になってきましたね。それにしても、ブルームのレコーディングの様子はすごくかっこよくて、今まで普通の男子みたいな部分が多かっただけに、歌声素敵やんってときめいてしまいました。花巻社長も面白くなってきたと思っていそうですし、ブルームにはこのチャンスを何が何でも掴んでビッグになってほしい気持ちが回を増すごとに高まります。ブルームの未来、そしてダンの恋心と確実に運命の歯車が動き出してきた感じがあり、新章が始まるという次回がより一層楽しみですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。